はい、今回はね、マリオカートタイムアタック、マリオカートスタジアム行ってみましょう。キノコカップのね、どんな感じだったっけな、これちょっとあんまり覚えてないんだけどね。ちょっとやりながら操作を思い出していきましょう。どれがアクセルだっけ。これかんで、あ、これか。これで使うんか。あ、落ちた。やばい。あー、わかった。わかったぞ。あー、やばい。こういうことか。そう、おやっぱあのなんか加速するやつに乗った方がいいんだよな。よいしょ、まあ、言うてもね、あんまりまだ、おお、あんまりまだやったことないんでね、ちょっとずつ慣れていきますよ。マリオカートも定番だからね、これからシリーズも出るだろうし、ある程度やっぱできるようにはなっとった方がいいよね。というわけで今やってみてるわけです。お、あー、あ、やばい結構はみ出るね。さあ、ここでカーブを曲がり、ここもカーブを曲がり、行きましょう。ここはもうあんまり無理せず、まあ、これがまあ自分のね、あの記録を更新していくということで、まあ、最初はこれくらいのタイムだったと、後から考えたら下手すぎだろうと思うんだろうけどアップロード一応してみようか。アップロードしてもこんな下手なゴースト、あー、わざわざ投稿、わざわざ投稿するのは申し訳ないなそんないらんよね。よし、じゃあちょっと練習していきます。気が向いた時にね。最初はこんな感じでした。じゃあ終わりましょう。ありがとうございます。